ボヤナ教会、ボヤナ教会、ボインスカ、ザークバは、ブルガリアの首都ソフィア郊外のボヤナ地区に建っている、ブルガリア正教会の教会堂である。ビトシャさんのふもとにある、二階建ての教会の東翼は、もともと10世紀後半、内し11世紀初頭に建てられたものであり、その後、第二次ブルガリア帝国の下で13世紀に、中央旨が加えられた。が、さらに拡張され、 現存する形が完成したのは19世紀半ばのことであった。それぞれの時代の姿を留めつつ美しい調和を保っている。この教会は1979年にユネスコの世界遺産に登録された。この教会の世界的な知名度は主として1259年に遡るフレスコ画に追っている。それらは元来より早い時期に描かれていたフレスコ画の上に 上書きされたものであるが、東ヨーロッパの中世美術の中でも、最も完全で、保存状態の良いものである。それらの壁画は、教会の壁面に描かれており、二百四十人の人物像によって八十九の場面が展開されている。作者は不明であるが、タルノボハ、トナボアートスクールの流れを組む人物と考えられている。廃廊にある十八場面は、 聖ニコラオスの生涯を描いている。ここでは描き手が同時代の死座で描いているものもある。海での奇跡では船と水夫の帽子がベネツィアの感染を思わせる。また、教会の他壁に描かれたこの教会のパトロンたちの肖像画群は教会のフレスコ画の中でも最も印象的で間に迫るものである。その肖像画には貴族カロヤン、サバストクラター・カリアンとその妻、 デスラバ、ディシスロブ、あるいは、ブルガリア皇帝のコンスタンティニッセイと、皇妃、イリーナなどを描いたものがある。教会には、断片的にしか見られなくなっている11世紀から12世紀に描かれた最初のフレスコが、1259年から上書きされた2番目の有名なフレスコ画のほか、わずかではあるが、14世紀、16から17世紀、 さらには1882年に描かれたフレスコ画なども残っている。1912年から1915年にかけて、オーストリアやブルガリアの専門家によって、フレスコ画の修復と浄化が行われ、1934年と1944年にも同様の維持活動が行われた。教会は1979年にユネスコの世界遺産に加えられたが、 先ずる1977年からは保全と修復を理由に一般の立ち入りが禁止された。この禁止措置は2000年に解除され、再び一般に開かれるようになった。小ヤナ教会の建造は10世紀後半から11世紀初頭、13世紀半ば、19世紀半ばの3段階に分けることができる。最古の部分である東翼の教会は、 後人を一つ持つ交差ボール都式の小さな教会で十字架状の支えが作り付けられている。この建造は10世紀後半から11世紀初頭のことであった。東翼に接合された二番目の区画は、カロヤン夫妻の要請で建てられたもので、13世紀半ばのものである。この建物は2階建てで墓所と教会が一体になったものである。1階は、 家族の墓所となっており、半円筒状のボールトを持ち、南北の壁にはそれぞれアルコソリウム、アーコスリアムがある。二階は、東翼の教会と同一の設計による家族の礼拝堂になっている。外装には、陶製の装飾が施されている。最後に加えられた区画は、19世紀半ばに地元の共同体の寄付によって建てられた。もともとは、 東翼の境界全体を飾っていたフレスコ画の第一層は11世紀から12世紀に遡るものである。それらはわずかな断片として、後陣や北壁の下の方、西壁や南のボルトの上の方などに今でも残っている。中央胸北壁の寄贈者の碑文によれば、フレスコ画第一層に上書きされた第二層は1259年に遡る。 制作した集団は未章だが、カロヤンの要請で建てられた中央棟の上下階を装飾したのと同じ集団だったようである。ぼやな教会が世界的な知名度を持っているのは何にもましてこの第二層が中世ブルガリア文化の一つの到達点を鮮やかに示していることに追っている。ここに描かれた240人を超える登場人物たちは命名異なった個性を示し、 心理的な内面や生命力を伺わせるものとなっている。フレスコ画は787年に二階屋で開催された第七全地公開で確立されたイコンを描く際の規律に従って描かれている。最古の区画である東翼にあるフレスコ画には丸天井に描かれた全能者、ハリストス、クリストパントックラターなどが含まれている。 その下の薪道には多くの天使たちが描かれ、隅折り上げ、ペンデンティブスには4人の福音書記者、すなわちマルコ、マタイ、ルカ、シトヨハネが描かれている。また、アーチの表面は4種のハリストス像で飾られている。続いて、主要な祝日やハリストス受難の場面が描かれており、1階の諸聖人の全身像の中には、10人の戦う聖人、ウォリアー・セインツが描かれている。 また、聖三代の丸屋根には大天使たちに囲まれた聖書女、ザバジン・インサロンドが、そしてその下には、四人の恐怖、聖大ワシリー、神学者、グリゴリー、キングチ、イオアン、宗主教ゲルマノスがそれぞれ描かれている。聖三代脇のフレスコ画には、首、タスクサイのラウレンティウス、エウプリウス、スティペント、教会の守護聖人である聖ニコラオスが描かれている。ニコラオスは、 最も有名な聖人の一人で、水夫、商人、銀行家などの守護聖人である。聖ニコラオスの生涯は、中央棟の廃牢の18場面に描かれている。これを手掛けた描き手は、それらの情景の中に、同時代の諸要素を取り込み、表情を、はじめ、非常に写実的に描かれている。廃牢入口上部の半円壁画には、聖母と幼子、聖アンナ、聖ヨアキム、 祝福するハリストスが描かれている。壁の下段には、聖カタリナ、聖マルティナ、聖テオドルス、聖パコミウスが描かれている。南のアルコソリウムには、立法学者と論争するイースス、イエスが、北のものには、聖母の宝剣がそれぞれ描かれている。廃老には、二人の非常に数形されていた、ブルガリアの聖人、リラの聖ヨハネと、聖パラスケバも描かれており、 ことに、前者はこの聖人を描いた、現存最古の絵画である。また、そこには、修道士たちの中から現れる忍者、シリアのエフレムも描かれている。また、寄進者である、カロヤン夫妻、ブルガリア皇帝コンスタンティニ一世夫妻の、生き生きとした、肖像画は、卓抜な技術と感性で描かれたもので、ブルガリア史上の人物画としては、最古の部類に属す。 今日、ボヤナの巨匠、ボヤナマスターという名は、タルノボガハのアトリエで技芸を収め、教会を飾り立てた未知の集団を指す名称として用いられる。彼らが手掛けたフレスコ画は、欠点のない技術、心理的真相、複雑性、写実主義といった点で、真に傑作と呼ぶにふさわしいものと評価されている。ボヤナ教会は、13世紀以降のタルノボガ派の作品としては、 全体が残っている唯一にして最高の記念碑と言えるのである。専門の第一人者たちによれば、ボヤナ教会のフレスコ画は、その後の中世ブルガリア絵画、ひいてはヨーロッパ絵画の発展において重要な役割を演じたのである。教会の中には、さらに後の時代に上塗りされたものもあり、それらの多くが現存している。広大のフレスコ画には、 14世紀に描かれた聖母の冒険、ザ・プレゼンテーション・オブ・ザ・バジン、16世紀から17世紀に描かれた聖ニコラオスの肖像が、1882年に描かれたボヤナ教会の二人の守護聖人、ニコラオスと聖パンテレーモンなどが含まれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。